私は胡蝶忍。今年、中学3年の私は、高校受験で学習塾の夏期講習に参加。バイトで塾講師をしていた、大学生の富岡先生と出会いました。胡蝶、この間の英語のテストだが、全くダメだ。え?じゃない。俺がお前に付き合ってやった時間を、よくも無駄にしてくれたな。ほら、お前のために用意したプリントだ。次までにやってこい。こんなに、こんな量、終わりっこないわ。お前、他の教科はそれなりの成績なのに、なんで英語だけ全くダメなんだ。だからここに来てるのよ。まあいい。とにかく英語になれ。苦手意識を克服することに専念しろ。私が英語だけダメなのって、富岡先生のせいでもあると思うのよね。だからって、ここで行き下がったりはしないわ。絶対に富岡先生に、よくやったって認めさせるんだから。じゃあな。気をつけて帰れよ。富岡先生は、私にそう言った後、すぐに別の生徒に呼び止められました。その生徒は嬉しそうに話しかけていて、富岡先生も頭を撫でたりして、いい雰囲気。明らかに私といる時より、とても機嫌がいいのです。私、富岡先生に嫌われているのかな?忍と富岡先生は相変わらずだね。まる?先生に何をしたのさ?何もしてないよ。じゃあなんで忍にだけ厳しいの?今日の宿題もたんまりじゃない。そうだね。今日は居残りにならなかっただけ、マシかな。そう落ち込めなって。落ち込んでないよ。絶対に富岡先生を見返すんだから。だけど、私のやる気とは真逆に、英語の成績が好転することはありませんでした。そして、居残り補習と宿題のダブル攻撃を受けることも増え、この先生とは馬が合わないのだと、諦め出した秋の頃でした。胡蝶。なんでしょう。この間のテスト、またダメだったのかしら。他の教科の成績ほどではないが、英語の成績、伸び出したな。本当ですか?嘘を言ってどうする。その調子で頑張れよ。それだけ言うと、先生はポンと私の頭を軽く叩いて去っていきました。その行動は他の生徒によくしている行為で、私はこれでやっと先生に認めてもらえたのだと実感したのです。その日を境に、英語の授業内容も自然と身についていき、抜き打ちテストの成績も良好。問題の趣旨や意図も理解しやすくなり、苦手意識が強かった英語が、今ではとても楽しく感じていました。時間は30分間。よし、始めろ。この問題は、富岡先生の補習授業でやっていたものだわ。こっちは、宿題のプリントにあった。富岡先生は、私の苦手意識克服のために、いろいろ手を尽くしてくれていたのだと、この時知ったのです。胡蝶、最近英語の成績が安定してきたな。はい。今は楽しいです。そうか。先生が私に向けて笑いかけている。先生もこんな顔、するのね。だからって気を抜くなよ。富岡先生は、また私の頭をポンポンと叩いて去っていきました。不思議。先生の笑顔が、頭から離れない。触れられたところが、熱い。私、どうしちゃったんだろう。少しずつ富岡先生を意識し始めている自分に気づき、無意識に視線が、富岡先生のことを探すようになっていた、ある日のこと。胡蝶、ちょっといいか?何でしょうか?
志望校のことだが。提出した学校で間違ってませんけど、もしかして合格圏外ですか？いや、そうではない。今の成績でも合格はできると思うが、確実な合格を目指すなら担当講師は俺ではない方がいい。どうしてですか？私、富岡先生がいいです。英語の成績が伸びたのは先生のおかげです。そう言ってくれるのは嬉しいが、どうしても合格したい高校なら俺ではない方がいい。理由は何ですか？俺ではこれ以上校長の成績を伸ばせないからだ。話はつけておく。いいな。富岡先生は私の意見を聞き入れることなく担当講師を変更したのです。それ以降、塾内で富岡先生と顔を合わす機会はほぼなくなり、翌年の春には志望校合格とともに塾を卒業。富岡先生とはそれっきり。それから2年の歳月が過ぎ、今度は大学受験という試練に立ち向かう時期がやってきた私は、中学の時に通っていた学習塾の系列予備校に通うことになったのです。2年なんてあっという間だったわ。また塾通いすることになるなんて。ぼやかないぼやかない。というか、塾もそうだったけど予備校も同じだね。久しぶり。そうだね。別の高校に進学したマルとの再会に、私は富岡先生のことを思い出しました。合格報告もしないで塾を辞めたこと、本当はずっと後悔していたから。そんなことを考えながら予備校の受付で手続きをし、終えて帰ろうとしたその時でした。富岡先生。校長。どうしてここに？どうしてって、大学を卒業してそのままここに正式採用で、系列のこの予備校に配属ってわけだが、そっちは？私は大学受験を見据えて準備をしておこうかと思いまして。そうか、まあ頑張れ。待ってください。なんだ？一つ聞いてもいいですか？一つだけだぞ。あの時、2年前です。なんで私にだけ厳しくしたのですか？後になって成績が向上し、高校にも合格したからいい方に解釈してきたけれど、もしそうでなかったら最悪です。困ったな。質問ってそれかよ。は？なんだってこんな再会になるんだ。先生、ごまかさないでください。わかった。俺は、そうなんだ。好きな子には、意地悪したくなるんだよ。え？校長を初めて見た瞬間から、俺の心の中の線香花火が燃え出したって言えばいいか。それに運がいいんだか悪いんだか、校長は英語の成績だけが、ダントツに悪かったからな。そこにかこつけて、いろいろお前との時間を楽しんでいた。というのが答えかな。ひどい。でもおかげで忘れられない存在になっていましたけど。だろ。だったらなぜ途中で担当を変わったのですか？好きな子の人生めちゃくちゃにするわけにはいかないだろ。もう分かりづらい愛情表現なんですから。そんなだから嫌われるんですよ。いや、俺は嫌われてないぞ。本当ですか？白黒はっきりさせるためにも、私、英語の担当講師は富岡先生でお願いします。いいのか？校長はド M だったんだな。ド S の先生に言われたくありませんとは言い返してみたけれど、富岡先生が今後どんな接し方を私にしてくれるのか、楽しみな自分がそこにはいました。それと言っておきますが、私はド M ではありませんよ。
あしからず